ジェナ・マッコー・ケルは、イギリス出身の女性フィギュアスケート選手。夫は、フィギュアスケート選手のケビン・マンデル・ペレン。2010年バンクーバーオリンピック。2014年、ソチオリンピックイギリス代表。2012年オンドレーネ・ネペラトロフィー優勝。イギリスフィギュアスケート選手権、優勝11回。2008年5月17日に、ベルギー代表のフィギュアスケート選手ケビン・マンデル・ペレンと、 結婚した。2019年8月27日、第一子となる男児が誕生した。北アイルランドのロンドンデリー県に生まれ、7歳の時にスケートを始める。2001から2002シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦し、翌2002から2003シーズンにはシニアクラスのイギリス選手権で優勝、2003年欧州選手権及び2003年世界選手権に、 出場を果たした。2003から2004シーズンに ISU グランプリシリーズに初出場、以降2009から2010シーズンまでに5シーズン出場している。ISU グランプリシリーズでは2003年、中国杯での6位が最高位だが、イギリス選手権では9度の優勝がある。欧州選手権では2008年に自身最高となる8位に、世界選手権では2010年に、 国際競技会での自己最高得点をマークし、15位に入っている。2010年にはオリンピック出場も果たした。2012年オンドレネペラトロフィーで国際大会初優勝。ベルギーの男子シングル選手ケビン・バンデル・ペレントの婚約後、練習の拠点をベルギーのルーベンに移している。2013から2014シーズン、ソチオリンピックでは SP25 位で、 0.22の差で FSA の進出を逃した。引退を決めた世界選手権では公式練習中にハムストリングを負傷し FS を棄権した。ジェナ・マッコーケルのインスタグラム2019年8月28日の投稿ジェンナ・マッコーコルフォーストアウトオブファイナルコンペキティブスケートバイインジュリー。ありがとうございます。